演舞開演。どうも、本日はこちら、キライネ漬け。何の香り、酵素の香りというものを食べてみたいと思います。以前、先日食べた味噌漬けの仲間ですね。これも味噌っぽいんですけど、酵素って何なんだろう。ちょっと醤油っぽい見た目は、なんかすき焼きとかに入ってそうなお豆腐にこういうのありそうな気がするけど、ま、食べてみればわかりますか。ではなんか、お醤油というか、なんかプリンのカラメルソースというか、そういう感じの色ですね。どうなんだろう、ちょっと想像できないな、これ。香りはやっぱりちょっとなんか香ばしい燻製のような香りですね。ではちょっと硬いな、これ。はい、中身はこんな感じになってます。ちょっと茶色っぽいですね。どういう風なお豆腐なんだろう。ではいただきます。なんだろう、ベーコンを思い出す満足感もある。いわゆる燻製の香ばしさが口の中に広がって、先日食べた、いや以前、先日じゃないや、というよりは以前と言うべきでしょうか。以前食べたあのブロックハムのような旨味が口の中にぶわっと広がりました。お醤油はさっぱりしていますし、お豆腐とよく合っていてとても良かったです。燻製にするとまた違った味わいがありましたね。それになんだか満足感も得られました。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それではビールのみ、血を見るのかな、宴会で羽目を外しすぎたんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。